也、相模湾で謎の爆発を起こした安住重工所属の第13安住丸1万3200トンは駆けつけた消防艇などにより間もなく沈下されました。幸いこの船は老朽船で近く解体されることになっていたので乗員などは乗船しておらず、出火の原因を現在調査中です。なお船主側関係者の話によりますと大げさなこっちゃい。で、津永君、標的蘭小松崎のその後の足取りは？ああ、考えられるあらゆる手配は全て取りましたが、未だに。しかし網にかかるのは時間の問題でしょう。桐生のマンションをはじめ、学校、蘭の友人宅、また出版社関係など立ち回りそうなところ全てに監視をつけております。どうしたそれと、ノックもせんで。博士、なぜあのような乱暴なことを。本司令は私の任務のはず。この件は私が責任を持って。いや、お前を差し置いてすまなんだ。しかしわしは科学者としてのこの目でどうしても蘭小松崎のパワーを確認しておきたかったんじゃよ。ソネット、わしは決してお前からこの任務を取り上げたのではないぞ。お前にはこれからも助けてもらわにはならんことが山ほどある。こんなことを君に頼むこと自体おかしな話なんだが。いえ、僕から言い出したことです。それに安住の連中は僕にとっても敵です。渡君は責任を持ってこの鳥貝秀一がお預かりします。大丈夫だよ、姉さん。渡るったら。よろしく頼むよ。明日には帰れると思うが。わかりました。じゃあ渡君。うん、じゃあ姉さん、頑張ってね。いいな、うちには近づくなよ。安住の連中見張っているはずだからな。気をつけてね。わかった。なに、奴らに指一本触れさせはしませんよ。さて、俺たちも行くか。ええ。どうしても行かなきゃいけないんですか？ああ、今のままではソネットに対抗できない。君の持つパワーを自由にコントロールするためには、やはり専門家の協力が必要だ。本当に自分の意思でコントロールできるようになるのかしら？そのために訓練してもらうんじゃないか。その、お長良博士。何でも成城大で心理学教授をしていたらしいが、ある日突然学会から退き、超心理学の研究に没頭した人物だ。 ESP にかけては今では知る人ぞ知る第一人者らしいがな。わしがお長良だ。この子か？え、はい、そうです。この子の超能力を。超能力とかエスパーとか言ってくるものが多いが、いざ調べてみるとたわいないものが多くてな。入りたまえ。多忙なものでこのようなことは全て断っておるんじゃが、学長の紹介では断れん。君は学長とどういうご関係かな？いえ、そのまま師弟関係とでも言いますか。ま、ええわい。さ、おかけなさい、お嬢さん。お名前は？小松崎蘭、17歳です。元来 ESP 能力というのは非常にデリケートなもので、一定条件の下でなければ使えなかったり、また環境が少し変わっただけでも大きく影響してくる。人によっては障害のある一時期に突然発揮され、また消滅してしまう場合もある。そんな不安定な力をある程度コントロールするとなれば、これはもう訓練によるしかあるまいな。気のせいかしら、誰かが私を見てるわ。うん、気のせいなんかじゃないわ。ほら、またこの蘭の中には、そのパワーを自由にコントロールできるもう一人の蘭がいるんです。そのもう一人の蘭を自由に呼び出すことができないか、あなたに相談しに来たんです。信じられないかもしれませんが、常識をはるかに超えたエスパーは存在します。
どうした？さっきから誰か私を見ているような気がして。ほう、感じたかね。え？わしの孫娘のユミじゃろ。ユミ、お客人に挨拶しなさい。この子もエスパーでな、的中率 100% の予知能力を持ってある。あなただったのね。こんにちは、ユミちゃん。ここの最上階だ。へえ。さあ、ここだ。うわ、かっこいい。ここは物資置き場に使っていたところだ。今はもう誰も来やしないさ。ま、自分の部屋だと思って自由に何でも使ってくれ。うん、ありがとう。ふっかふかだ。ねえ、トリガイさん、僕考えたんだけど。お、なんだい？トリガイさんのことバードって呼んでいい？バード、なるほど。鳥がつくからバードか。いいだろう。やったー。俺も君のことを渡るって呼ばせてもらうからね。あれは安住の本社ビルじゃない？東大元暮らしってね。ここは奴らの動きがバッチリわかる特等席ってわけさ。うん。ターゲットの生死の問題ではない。蘭小松崎は 100% 生存しておるんだ。問題はその娘の存在場所だ。彼女のパワーはまだ全開ではないはず。半径30や50キロ以内をしらみつぶしに捜索すれば必ず見つけられるはずなんじゃよ。ですから博士、調査は現在もなお引き続き続行しております。それに全国の ESP 研究所に情報網を張っておりますので、今しばらくご猶予。大体手配が一手も二手も遅れとるんじゃよ。小松崎蘭、あなたは一体どこに隠れているの？ではまず君の深層心理を探ってみるとしよう。片岡。はい。先生、私怖い。俺だって怖いさ。だがこれは知っておく方がいい。まず幼い時の記憶をたどってみる。さあ、楽にして全身の力を抜いてゆったりと。そう、君の年齢は今どんどん過去に向かっている。さまざまなことがあった。楽しいこと、辛いこと、そして悲しかったこと。あの幼い頃の時代に戻ってきた。時はどんどん過去に向かっている。さあ、君は今幼児に戻った。小さな小さな少女に戻った。さあ、周りを見てみよう。何が見える？どんなものでもいい。見えたものをそのまま答えてみなさい。さあ、そこは暗い、とっても暗いところ。おお、暗い。それはどこかな？森だわ。森がよぎっていく。これは先生。教授、狼の他に何が見える？先生、これ以上は危険です。うるさい。何をする？先生、ラン、しっかりしろ。ラン教授、まさか後遺症はないんでしょうね？今日はここまでにしとく。教授。すいません、教授は一途なもので。続きは明日ということで、今夜はここにお泊まりください。ラン、大丈夫か？先生、私はい。ああ、繋いでくれ。部長、おながら ESP 研究所からです。何？
あの偏屈め、また銭欲しさのガセネタか。はい、津永です。これはこれは、お長良教授。何ですって、第一級品のエスパー。教授、詳細を。ああ、紛れもない一級品だ。男か女か、どんな ESP を。どういう類のエスパーかは未だ確認しとらんが、わしは久しぶりに熱くなっとる。この子は渡さんよ。ちょっと待て、お長良。詳しく聞かせろ。これは契約なんだぞ。あのじじい。部長、これはもしかしたら。うん、その可能性はあるな。いいな、警備班を集めろ。信じられないことが次々と起こる。ソネットがエスパーサイボーグで、私は狼に育てられたなんて。先生。おお、ギター。確かに下からだ。行ってみよう。先生、あれ。大丈夫です。何でもありません。ユミちゃんです。また怖い夢でも見たんでしょう。心配ありませんよ。よしよし、怖がることはない。とっても怖いことが起こるの。ユミ、お前は怖い夢ばかり。おじいちゃんが死んじゃうの。わしが死ぬ。家に来てるおじさんも、あのお姉ちゃんも、何人も死んじゃうの。本当かユミ。あれは子供の声なんかじゃない。ええ、何か地の底から絞り出すような。とても人間のものとは思えん声だったな。先生。ん？まさか幽霊じゃ。幽霊？冗談よ。おやすみなさい。 おいおい、ラン、脅かしっこなしにしようぜ。ちょっと待ってよ、一緒にいてくれよ。ダメ。ラン！おはよう、ユミちゃん。朝早くから偉いのね。あ、うん。ああ、人見知りにしてもちょっと異常だな。そうなの、まるでいつも何かに怯えてるみたい。ん？これ、あの子のか？先生、下着泥棒みたいな真似やめてください。バカな。どうやらもう一人若い女がこの屋敷にいるらしいな。教授は？ユミちゃんと別室で。いつもは僕一人なんですよ。今朝賑やかで朝食がうまいですよ。ユミちゃん、学校へは？本来なら2年生なんですが、教授が行かせないんです。なんせあの性格だから。そう。ゆうべユミちゃんの悲鳴の前に妙な声を聞いたんだが、この屋敷にはもう一人誰かいるのかね？いえ、僕ら三人だけです。そうかな。あの時君も起きていたはずだ。あの声聞いたろ？いえ、聞こえませんでしたよ。女の声なんて。あれ？僕は女の声だなんて言ってないぜ。他人のプライバシーに首を突っ込むのはあまりいい趣味ではありませんな。いや、別にそんな気は。片岡、実験の準備に取り掛かってくれ。はい。エスパー少女のもう一人の彼女とやらを目覚めさせてみようではないか。さて、片岡、始めてくれ。はい。ゆったりと心の緊張を解くんだ。ここには何も不安なものはない。今は平和な安らぎの時。君の心は自由だ。閉ざされている心の扉を開くんだ。しかし危険な実験だ。ランを眠らせればもう一人のパーソナリティがランを支配することになる。もしそれが凶暴な怪物だったら。扉を開き、もう一人の君を目覚めさせ、眠れる力を解き放つんだ。
感じる。姉さんのパワーだ。何？間違いないよ。このパワーは姉さんだ。力を抑えるんだな。屋敷が潰れるぞ。目標のない最高エネルギーがそこら中に発散してるんじゃ。パン、力をコントロールするんだ。パワーを抑えろ。こうなってはもうコントロールできん。目を覚ましてくれ。ランさん、ランさん、目を覚ますのよ。さあ早く。誰？気がついたわね。さあ扉を閉じるのよ。凶暴な牙を早く閉じ込めるのです。出て先生。ランなんという恐ろしいパワーだ。これ私が。ああ、でもよく目覚めてくれたな。誰かがテレパシーで目覚めさせてくれたんです。女の人でした。ユリが。ユミはどこだ。片岡、部屋を見てきてくれ。はい。教授、ユリさんとは誰です。知らん。なぜ隠すんです。お長野さん、その人はランと我々の危機を救ってくれた人なんですよ。知らん者は知らん。君たちは下で待っていてくれ。いいな。きっと夕べの人よ。やはりもう一人女の人がいたんだわ。ああ。ランだ。やはりここへ来ていたか。いいな、間違いなくなんだ。社長に連絡して直ちに博士とソネットを派遣してもらえ。は。ここにいてはダメよ。危険が迫っているわ。誰？どうした？あの人からのテレパシーよ。何？早くここから逃げなさい。あなたたちを狙っている者が近づいてきます。誰なんです？あなたは。あなたがユリさんなんでしょ。来ないで。どうして隠れてるんです。ダメ、来ないで。ナナ。見てしまったようだな。ママ、泣かないで。そう、ユミの母親だ。やつら動き出したよ。これより丹沢山中尾長良 ESP 研究所に急行。なお随行者は博士とソネットの2名。ソネット、姉さんたち見つかったんだ。確認してくる。留守を頼むぞ。うん。思ったより早く発見したようやな。期待しとるぞソネット。分かってます。ユリさんは訓練によりとうとう 100% 他人の心が読めるようにまでなりました。でも彼女はそんな自分のパワーには無頓着で、ある男性と恋をしユミちゃんを宿したのです。そしてある日、父親である教授にそのことを打ち明けました。でも教授はそれを許しませんでした。彼女の不幸はまさにそこから始まったんです。やめて。教授はその恋人に、ユリさんは超能力者で何人の心も読んでしまうただの女ではないと話されてしまったんです。事の次第は教授の思惑通り、恋人はユリさんから離れていきました。タカシさん。何をするユリ。父さんの人手なし。どう。とうとうユリさんは教授を殴りつけ、
自分も燃え上がる暖炉に身を投じて焼身自殺を図ったんです。もし僕が駆けつけるのがもう少し遅れたら、二人とも助からなかったでしょう。そしてそれ以来教授は研究に対する情熱を失ってしまい、もはやここは ESP 研究所とは名ばかりで、ある機関からの研究資金を受け、なんとか今に至っている次第です。お恥ずかしい話じゃよ。おながら教授、心理学者たるわしが娘を実験台にした報いじゃ。わしはあの子に詫びることすらでき、いいえ、ユリさんは優れたエスパーです。おながらさんのお気持ちはきっと分かってらっしゃるわ。優しい子だな君は。実はこの子には予知能力などはない。ただ母親であるユリの予知能力を夢で感知するようじゃ。それに比べ君のパワーは素晴らしいもんじゃ。訓練医官ではパワーのコントロールはできるようになるんでしょうか。現にコントロールしておるではないか。え、たとえ無意識ではあっても君はパワーを抑え込んでいる。超能力を使うもう一人の君などは存在せんのじゃよ。君は君であって君以外の何者でもない。意思なくして念動力が発動するわけがない。反射的にそのパワーを発揮させれば必ず意識的にコントロールできるはずじゃ。ランさん、まだいたの？ユリさん。ユリじゃと？武装した男性が大勢、すっかり屋敷は囲まれてしまったわ。おながらさん、ユリさんが言う私たちを狙う男たちって誰なんです？あなたには心当たりがあるはずです。お、つながた。安住重工のつながたちだ。安住重工？気づくのが遅かったようだな。何の真似だつなが。教授、情報を流してくれなきゃ困りますな。こんな時のための研究費でしょうが。さてお嬢さん、無駄な血を見たくなかったら我々とおとなしく同行願えませんかね。貴様ら。しかしまあ、いくらやもめ暮らしとはいえ、もう少し掃除ぐらいしたらどうです？え、教授。やってみるんだラン君。奴らを倒すことだけに意識を集中させるんだ。ラン、やるんだ。でも私。おい、あれを持ってこい。え、小松崎さん、我が社の新製品をプレゼントしましょう。あれは ESP シールドです。かぶされたら完全にパワーを封じられてしまいます。ためらってる暇はない。早く。ジオ、古代超人類の血を、私に力を貸して、どうか力を。なんてことを。甘いぞつなが君。標的は未知数のエスパーだということをよもや忘れてはおるまい。そんな ESP シールドのようなもので何になるというのだ。ソネットの電撃がなかったら何が起こっておったかわからんぞ。ソネット？ソネットというのはお前か。光栄じゃな、ソネットをご存知とは。いや、ランがお世話になってると聞いて、保護者の立場から一言と思ってね。ほうほう、あんたがミスターキリュウ。いろいろ聞きたいことがある。ご同行願いたい。よし、引き上げる。ランとその男の他は始末しろ。なんだと。先生。貴様ら。つまらん情けをかけて後腐れを残してはな。それでも人間か。うっ、おのれ。先生、先生！おじいちゃん！助けてください。何もこのことは喋りませんから、お願いします。帰るぞ。さあ、人思いに楽にしてやれ。ソネット。博士、本気であんな小さい子供まで。我々が必要とするのはターゲットとあの保護者だけじゃろうが。あ、あんまりだよ。ね、頼む。せめてこのユミちゃんだけでも。お願いだよ、助けて。
トリンはまだか。早くしろ、屋敷中にぶちまけるんだ。しまった、遅かったな。桐生さん、どこです？ラン、どこだ？いるなら返事をしてくれ。この声、誰かいる。どこだ？助けに来たぞ。おい君、助けに来たぞ。桐生さんとランはいないようだ。無事でいてくれればいいが、この二人は大丈夫だ。脈はしっかりしている。銃で撃たれたらしい。しかしひどい、こんな小さな子供まで。弾がみんな皮膚の下で止まっている。一体何があったんだ。そうか、すまない、君は話せなかったんだな。お、俺の手がどうかしたのか。ラン、危険、タロンの仕業。これはタロンの仕業なのか。そうか、テレパスか。もう大丈夫だ。君は救急車で病院へ行くんだ。そこで待っていてくれ。君と話のできる者を連れて行く。ソネット、タロンの戦士にくだらん情けはいらんぞ。お前はもはや全ての過去と感情を捨てた。そして有史以来人類の理想だった世界統一を成し遂げんとするタロンの戦士となったはず。妨害する者、立ち向かう者は全て排除すべき敵じゃ。わかるな。バード、姉さんは。そう、僕さっきから胸騒ぎがして。大丈夫だ、手がかりはある。そのためにも君のテレパス能力が必要なんだ。手伝ってくれるね。うん、もちろんだよ。急いで戻ってきて。君と二人